麻生夏子ニューアルバムプレシャスストーン発売記念ミニライブ。ありがとうございます。プレシャストーンでした。この
曲の、大サビの歌詞でですね、オレンジの光開ける世界夢じゃないっていう歌詞がありまして、8月の27日にアニメのサマーライブという埼玉スーパーアリーナで行われたすごい大きなライブがあるんですけども、それはその時にそのステージに立った、思いを書いていただいたもので、そしたらみんながなんとそこでオレンジのサイリウムをおるっていうね、もうありがとうございます。泣いちゃったじゃないですか、もうありがとうございます。幸せですね歌っていいですね。なんかこうこの曲を歌うとすごくそう思います。それでは次で最後の曲になります。たまたま通りかかって足を止めてくださった皆さん、すごい朝早くから並んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。次で最後まで、最後なので、最後までですね、楽しんでいっててほしいなと思います。最後歌う曲はダイヤモンドスターという、テレビアニメヴァンガードの一期のエンディングテーマになって、なってるんですけども、すごくノリノリな曲で、多分初めて聴いても乗れると思うので、私の曲知らなくてまだあんまり乗れてないのって方はですね、雰囲気で大丈夫です。せっかくこういう場所に来たんで、楽しんで一緒になんとなくイエーイってやって帰っていただければいいなと思います。それでは聴いてください。麻生那須子でダイヤモンドスター。Shout! Come on, let's shout!
はい、どうもありがとうございます。お疲れ様です。すごかったですね。すごいですね。ありがとうございます。なんかたくさん盛り上がっていただいて、なんか会場が一つになった気がしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、はい、この後先ほども言っていたんですけれども、CD ご購入いただいた方に、アナザージャケットの、お渡し会というのもやりたいと思ってますので、ちょっと準備の方に入らせていただきます。ちょっと一旦、はい、じゃあ後ろの方でご休憩、また後ほどお会いしましょう。またお呼びさせていただきますので、はい、準備の方に入りたいと思います。ありがとうございました。あとは夏でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとでね、あとで、じゃあ、はい、では浅野夏子さんでした。またお呼びさせていただきます。はい、呼んでください。麻生さんです、どうぞ。麻生さん、今日はありがとうございました。はい、この後麻生ジャケットを、ハロウィンバージョンをお渡ししたいと思いますので、皆さん、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ早速前の方から順番にご案内していきたいと思いますので、はい、おっしゃらないように、はい、大丈夫です。前の方から順番にお願いします。会場で CD を購入した方には、ライブ後、池袋サンシャイン限定の CD ジャケットが麻生夏子本人から手渡しで配られました。またその時にお会いしましょう。今日本当にありがとうございました。これからも麻生夏子さんのご活躍にご期待ください。以上、池袋テレビでした。麻生夏子さんから今回皆さんにメッセージがあります。池袋の皆さん、今日はどうもありがとうございました。発売記念イベント、プレシャスソーンの、させていただきました。平日にもかかわらず、たくさんの方にいただいて、本当に私は幸せ者だなと感じました。本当に噴水広場といえば、私も小さい時からテレビで、見てましたし、まさかここで自分がイベントをやることになるなんて、思ってもなかったので、すごく嬉しかったです。またここでできればいいなって思います。以上、麻生夏子からでした。またねー。